あ、これでよかった、とりあえずこれです、ドン、来た、通知来ました、通知来ました、通知来ました、マイライブ、さてさてね、金曜の夜、誰か起きてる人いるんでしょうか。もう大島クジラさん、お疲れ様です。こんな夜分遅くありがとうございます。あれ、ノブのカラオケキャスじゃない、なにノブのカラオケキャスやってるの、炊飯、お疲れ様です、お疲れ様です、ハンハン。え、ノブカラオケやるの、え、それ知らなかった。毎日ツイートするって言ったのに毎日ツイートされてないから気づかなかったよ。あ、マッキーさん、お疲れ様です。先日ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました、吉田ちゃんこでありがとうございました、楽しい札幌の時間を過ごせました、ありがとうございます。あ、来た、あれ、ポコチャは、ポコチャ、ポコチャさん来た、あれ、ポコチャやってたんじゃないの、入った、入ってた、ポコチャさん、ポコチャさん来ました、あれ、ポコチャから来ました、やってたんじゃないの、ごめんね、バッティングさせちゃって。隣に、隣に隣に、ちょっと隣に誰がいるの、お疲れ様です。誰がいるの、あれ、黄色い声が聞こえる、黄色い声が聞こえるよ。あ、ポコチ丸から来ました、こんばんは、初見です。あ、ポコチ丸から来ていただいた浜田子さん、ありがとうございます。なるほど、あれ、声聞こえてます、これ声聞こえてます、ね、あ、黄色い声が聞こえた気がします。あれ、花岡、黄色い声が聞こえた、親衛隊、あれ、花岡親衛隊の声ですか、花岡親衛隊の、180センチ120キロの黄色い声が、大谷翔平の奥さんみたいなサイズですね。体重は違いますね。体重は違いましたね。すいません。すいません。誹謗中傷を今してしまった。失言にも。あれ、黄色い声が聞こえた気がするんですけど、気のせいですか？気のせいですか？気のせいですね。気のせいです。ね、挨拶の声が聞こえない。翔平の嫁、そんな巨体の、すいません、あの、炊飯、俺の失言です。広めないでください。俺、全野球ファンから、もう、これ、村八分になるんで。大谷信子さん、こんばんはです。すいません、俺の失言が広まってしまいました。すいません、あの、ちょっとあの、空気読めないジョークだと思ってくれれば、幸いです。あ、なんかもぐもぐ言った。もぐもぐ言わせてる。何？なんか言った今。声張って。大丈夫です。声聞こえないですか？いや、声張らしてよ。聞こえます？張らして。声張らしてますけど、結構普通に喋ってますよ。あれ、なんで俺の PC あと動いてる、ね、今日はご機嫌な金曜の夜なんでね。はい、何ですか、あ、俺イヤホンするわ。声は聞こえてます、声、俺イヤホンします。はい、何でしょうか。あ、言えよ。え、声がいまいち入らない、おかしいですね。なぜきっと花岡さんの隣には可愛い子がいるんだ。あ、多分可愛い子いるんじゃないですか。ないんだ。可愛い子多分いますね。花岡はいつも可愛い子を喋らせてるんで。なるほど。しまった。
花岡さんの声も遠くなりました。なんか、あれですね、イヤホンを間違えました。どういうこと？イヤホンを間違えて持ってきてしまって。大丈夫です。続けてください。あれですね、いきなり業務連絡をするんですけれど。何でしょう？うちの山下金吾の呼びかけに一切反応しない奴らがいます。こ、はいはい、れはもう花岡さんがガツンと言ってやってくださいよ。確かに、確かに。あれ何でしたっけ？そう、今問いただしてください。なんで返事をしないんだって。確かに。なんで、キンゴさんのに LINE 返さないんすか？ほうけた顔してます。ほうけた顔して、え、そんなのあるみたいな。いやいや、これもう公開説教ですよ。どんなにね、ブラックだって言われても、これは説教しますよ。なぜ返事をしないんだってとこですよ。大事、大事だよ。レスポンスなしですか？配信、返事をしてあげてください。大事ですよ。これもう大人たちはみんなこういう問題抱えてるからね、今の時代。なぜ返事をよこさないんだっていう問題です。確かに業務連絡大事ですよ。大事ですよ。そうです、マッキーさんがおっしゃる通り大事なんです。大事なんですよ。もうね、なんで返事をしないかをちゃんと言いなさい。いなさいってほら、会に会になっちゃったかな。なんかもごもご言ってる。なんかもごもご言ってる。もごもご言ってる間俺飲むね。今日はもうたくさん飲んじゃう。今一生懸命返信書いてます。ピルスナーウルケル、いや違うかな。あれこれそうだよね、これ。これね、ピルスナー。すごい綺麗に映んないですね。なんか違うかな。あれ全然読めない。横に向けると。チェコのビールです。なんかあれですね。サル。パントマイムしてるみたいになります。あれバグっちゃった？大谷のバグっちゃった。あれ？あれバグっちゃったかな？これ自分は全然行きますよ。そうですね、あの花岡さんがバグってしまったらもうシークレットベース終わりですよ。え大丈夫です、まだフェリストさんとか川島さんがいます。あもう花岡さんはもうバグまあまあバグってるようなもんですもんね。もうね、フェリストとマオリがいれば、みんなバグってます。大丈夫。とりあえずあのちゃんとキンゴに返信してあげてって、それだけ伝えてください。もう今来た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 。うん、もうよかったよかった、うん、いいよいいよ、よかった、うん、ちゃんとね。ちゃんとレスポンスは大事です。よし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 、ね、まあまあそういう俺もね、あのレスポンスをしないことで有名ですけどね。ね、業界で自分に言い聞かせるんです。自分に言い聞かせてる。
言い聞かせる。大事だ。世の中生きていく上でね、大事なことはやっぱちゃんとやんなきゃダメ。今俺自分に言い聞かせてる。っていうことでですね、はい、そう、先日もう約1週間前札幌に行ってたんですよ。花岡さん行ってましたね。はい、行ってましたね。あれ、花岡さんが俺に返事してくれないと、俺誰に話しかけてるか分かんなくなってくるんで。声聞こえてます？声張ってください。おかしいですね、マイクにすごい顔近づけてるんですけど。あら、あらも、そう、それで札幌に行ってきたんですよ。はい。その時に、決定した最新情報をお伝えしたいなと思っております。お、何が？はい、決定したこと、はい、4月13日の18時から、シークレットベース、はいはいはい、2度目の、シャトレーゼガトーキングダム札幌大会を開催するのですが、前日、4月12日の、金曜日夜の19時からシークレットベース札幌大会前夜祭イベントが決定いたしました。はい、おお、はい、前夜祭やるんですね。はい、今回、前夜祭イベントは、はい、居酒屋後期チーフのお店さんでですね、行います。ああ、そっか。はい。初めて行くお店。いつも吉田さんがあれですよね、はい、チーフさんのお店って。そうですね。吉田の隆起はレスラー飯でね、すごい爆盛りのご飯を出してくれる。はい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 、レスラーには爆盛りのご飯を出してくれると評判の、居酒屋幸喜さんで前夜祭を行うことが決まりました。はい。こちらの、詳細は、明日リリースされると思いますので、はい、ぜひ、皆さんもチェックしていてください。はい、ちなみに前夜祭に関しましては、前夜祭の時間に間に合うように、はい、前乗りする私清水元次と、花岡さんは確実に参加します。あ、はい、そうなんですね。今日今初めて前夜祭があることを知って、今初めて行ったんだ。参加も決定してたんですね。今初めて行ったんだ。それは初めて聞くでしょうよ。で、ね、きっと吉田の隆起も参加予定です。そしてそのイベントのね、打ち合わせをした時にガキニャン仮面が、はい、シークレットベースのポスターをくださいって言って、自分が札幌に入ってることをね、情報を入手してくれて駆けつけてくれたんですよ。あら、すごい。もしかすると、はい、ね、スケジュール次第ですけど、ガキニャンも前夜祭には参戦予定です。現時点ではすごい目玉じゃない予定ですけどね。で、あと、シークレットベース、前日入りするメンバーが、出るか出ないか、来れるか来れないか、みたいな感じです。花岡さんは決定です。やったね。やりました。さらに、札幌大会の情報がございます。はい。はい。4月13日。シークレットベース2度目の札幌大会、シャトレーゼガトーキングダム札幌大会、はい、この札幌大会の試合後、打ち上げイベントが決定いたしました。まさか打ち上げ決定しました。打ち上げも決定なんです。場所はですね、焼肉たかしさん、札幌の、すすきのにあります焼肉たかしさんで、
シークレットベースの札幌大会打ち上げイベントが決定です。わーい、焼肉。はい、打ち上げイベントには、花岡さんの参加が決まっております、はい、よかったね、やったね。なるほど、やったね、焼肉だ。そして、吉田紀之の参加も、おそらく決定してます。なるほど。その当日のね、当日の、ね、試合結果次第、ね、何が起こるかわからないのでそれ次第ではありますが、足を、運べる選手は参加予定なんじゃないかなと思っております。ぜひぜひ来てほしいですね、はい、こちらの、打ち上げイベント、ね、明日、正式にリリースがかかると思いますので、はい、ぜひとも、皆様、詳細も明日、前夜祭イベント、打ち上げイベントご参加くださいませ。はい、花岡さんに2日連続で、あ、よかった、2日連続で会えるって喜んでもらってよかったです。2日連続花岡かよって思われなくて、まあ一番思われるのが俺なんですけどね。お前いるのかよって思われるかもしれないですけれど、ぜひ、ね、札幌大会の前夜祭と打ち上げ、ぜひ皆様ご参加いただければ光栄でございます。ちなみに、ですね、前夜祭イベントも打ち上げイベントも、東京のイベントで、いつもやってるようにシークレットベースの、オフィシャルグッズクーポンがついておりますので、ぜひすごい、事前にご予約をしていただいて、当日13日の、札幌大会の会場でですね、チケットを、ご購入、まあ、前夜祭に関しましては前夜祭で、ね、チケットを購入していただく形なんですけれども、打ち上げイベントに関しましては当日会場でね、試合終了後の前に、ご購入いただけましたらそのグッズクーポンをそのままご使用いただけますので、ぜひともよろしくお願いいたします。お得な、ね、感じになってますので、はい、あ、タカさん、こんばんはです。そして、なんで二重に聞こえるんだろうと思ったら、今度はイヤホンをしてることがおかしくなってますね。はい。花岡さん、聞いてますか？花岡さん？聞いてます。ああ、よかった。通じてた。これ聞いてます。聞こえてます。国領の子は帰りました。国領の子は、今、あれですね。はい。佇んでます。帰っていいんだよ。もう帰っていいんだよ。お、秋葉しおりいた。もう国領の子、国領の子は明日新潟プロレスに参戦なんでね。早く帰りなさい。そうですよ。早くお家に帰りなさい。ね、ちゃんと金吾に返信してあげたなら大丈夫。もうそれだけあれば大丈夫です。あ、皆さんを迷子にはさせません。あ、かよちゃんさん、ありがとうございます。あ、すごい。どうにか、みんなどうにかたどり着くはずです。なので、前夜祭も打ち上げイベントもよろしくお願いします。そしてですね、最新情報のもう一つ、また詳細は近日中なんですが、札幌大会の前、一週前に開催します4月7日シークレットベース春の大一番で開催いたします新宿フェイス大会、新宿フェイス大会も打ち上げイベントが決まりました、はい、あ、マジですか、打ち上げイベント決定いたしました。どこで、今回は決まってるじゃないですか。シークレットベースの打ち上げといったらいつもどこでやってますか。あの楽しいハブですね。もちろんです。ハブ。ああ、来た。ハブでの打ち上げイベントが、
春の大一番決定いたしました。ぜひ、皆さんご参加くださいませ。ちなみにですね、前夜祭イベント、札幌大会前夜祭イベント、はい、打ち上げイベント、シークレットベース新宿フェイス大会の打ち上げイベント、どのイベントもですね、はい、参加者が増えれば増えるほど選手が増えます、はいね、もうこれだけはこれだけは伝えたい、これだけは、お伝えしておきたい。なのでぜひとも皆様、打ち上げイベントをご参加くださいませこの機会にぜひぜひよろしくお願いします。もちろんあの新宿フェイスの、ね、打ち上げイベントも、シークレットベースのグッズクーポンをお付けいたしますので、ぜひともシークレットベースをそこで、はい、もういろいろ一日堪能してください。よろしくお願いします。ハブ行けないバス取っちゃった、秋葉しおりのバス代を募集します。秋葉しおりのバス代を募集します。秋葉しおりバス代スポンサーが見つかれば秋葉しおり参戦します。ぜひぜひ皆さんよろしくお願いします。7日の打ち上げイベントの詳細は、近日中に近日中に発表になります。発表できると思います。近日中に、近日中です、近日中です。やるよっていうことだけの今あのすごい先走り情報ですね。先走り情報を今お伝えしました。あ、すごい、 ありがとうございます。あ、今池修太さんこんばんはです。ありがとうございます。結構コメント逃してますね自分。ありがとうございます。あ、ポンズさんダブルで楽しみ、ありがとうございます。お、吉田選手のスポンサーのお店ばかり、あ、すごい、そこよく気づきましたね。なぜならですね、自分が札幌に、まあ去年もそうだったんですけど、札幌に、札幌で試合する、札幌で動くっていうのが大日本プロレスの北海道ツアーに参戦していた以来なんで10年近く経ってるんですよ。その10年経ってる間にですね、自分の知ってるお店、知ってる人がねほとんどなくなってるんです。なのでね、だからこそそういうことなんです。そうですよ、そりゃそうですよ。ポスターをね、ポスターを持ってって、情報をね、拡散してくれる、告知してくれるお店などを本当に10年というね、月日の流れで、いくつも失っております。そんな中やっぱり、札幌在住のね選手で吉田の隆起がやっぱり結構やっぱり動いてくれてるんですよね。でまたね、そのさっきも言いましたけど、吉田の隆起と、焼肉たかしさんでね、イベントの、打ち合わせをしてた時にガキニャン仮面が駆けつけてくれて、でガキニャンもやっぱポスターをね結構預かってくれて、いろいろ回ってきますって、やっぱありがたいですよね。ありがたいですね。やっぱり今の時代でね、なんかやっぱポスター貼ってくれるお店がないと、ポスターってなかなかね、昔だったら電信柱とかに貼ってたんですよ。いろんな壁とか所有誰が所有してるかわからないけれど、みんなそこに貼ってたんですよね。そういう時代だったんですよ。でも今のご時世はやっぱり、電信柱に貼ったらアウトだし、やっぱりね、人が集まる飲食店とか、そういう場所にポスターを貼っていただけると、ね、プロレスがあるんだ、この日にプロレスあるんだ、こんな人たちが来るんだっていうのが分かるじゃないですか。だからそういうのが一番ありがたいなと。で今はね、この間先週はそれで札幌に行ってきて、でね、ずっと今選手がみんな継続してるのが、4月7日のね新宿フェイス大会、もちろん、シークレットベースの定期戦をやってる調布大会のねポスターとかを持って選手がいろいろ回っておりますので、ぜひとも皆様ね、ポスター掲示してくれる、お店など、情報ございましたらぜひご一報お願いいたします。やっぱり皆さんに知っていただきたい、知っていただきたい、そして、会場に足を運んでいただきたい、今の
ね、時期だとツイキャスプレミア配信を大体の大会やっておりますので、遠方の方でも、ぜひね、ツイキャスっていう配信でね、見ていただけると、自分たちもそれが、活動の糧になりますので、皆様よろしくお願いいたします。お願いします。国領の加世田なんて、もう、あれですから、調布の街全体にもうポスター貼るぐらい活動してますんでね。ね。もちろん。もちろん、もちろん、ね。加世田、調布出身のプロレスラー、加世田信弘が、調布ではね、もう一番動いてるんで。ね。ホームですから。ホームですから。ホームですから。もうみんな加世田をね、応援しに来る人たちが会場で溢れないと、おかしな話ですからね。で、今、なんで俺が今、ちょっとね、なんか、表情がほころんでしまいましたけれど。ね。それだけ、地元でやるというのはね、ね、大事なんですよ。それを、やっぱり若い選手たちに覚えてほしいですよね。ね、本当はね、今、うん、吉田を見習った方がいいですね。みんな。だって今、本当に今の、時期札幌といえば吉田紀之ってやっぱなってますからね、実際。まあまあ、吉田に関しては背も高いじゃないですか、180センチ以上あって、で、はい、髪の毛もね、緑に染めてたり、もう目立つんですよ。遠目でも目立つから、ね、遠くから見て、いやでも俺も今回、何軒か、いやね、ほんと少なくなった自分の知ってるお店とかもあっても、あ、この吉田選手って見たことありますよって、いや、すすきの歩いてますよね、みたいな話をやっぱ聞いて、いや、今、札幌といえば吉田ですよって。目立つんですね。だからね、いや、だって今、調布で行ったら、春日信弘だよねってなってるはずだよね。ああ。ね。だって180超えてでかいじゃん。ね。で、調布市出身のプロレスラーなんて加世田信弘しかいないんじゃないの？どうなんですかね、確かに。ね。だからもう加世田、調布といえば加世田って、また多分そうなってる。なってないとおかしいですよ、もう。ね。確かに。ね、ちょっとまた顔がほころんじゃいましたけれど。だからね、やっぱり本当、本当ちゃんとね、みんな動かないとダメ。みんなダメですよ。ね、そうですね、確かに。みんなダメ。みんなダメっていう言い方もまたあれだけどね。ね。ね。バンベールジャックを見習ってくださいよ。ね。大会があったら、バンベールジャックね、今高校卒業したけど、高校生ですよ。こう当時高校生のバンベールジャックがポスターを持って、ね、福岡、ね、市内とか博多市内で、ね、福岡市内か回ってるんですよ、ね、みんなそれをやんなきゃダメ本当に、ね、別に俺別にそんなに飲みすぎてないですけどね。ね、これをね、やっぱみんなそれを意識しないとダメですよ、今のご時世は。ノブ、言ってやれ、ノブ。って言ってる炊飯もね、大阪大会の時、シークレットベースのポスターを持って、炊飯も回ってくれてるんですよ、いろいろ。B168 のね、所属の炊飯が、シークレットベースのポスターを持って、大阪を回ってくれてるんです。それをやっぱみんな理解しないとダメですよ。ね。年取ると説教臭くなるから嫌だよね。でもね、大事なことを俺言ってるんだよ。ほら、札幌のかよちゃん、吉田さん、すすきのだけでも100件回るって。いや、ほんと、ほんとすごいですよ。ねえ、いや、ほんとでも吉田すごいと思います。加世田も多分、調布市だったら100件ぐらい回ってんじゃないですか。まさかフェリストよりか少ないなんてことないでしょ。
テキーラ足りないですね。岩井家俊太さん。岩井家俊太さん、ありがとうございます。ありがとうございます。自分ね、全然飲みすぎてないです。ね。ほら、早く稼いだお家に帰りな。明日、新潟プロレスに参戦だよ。ね、熊嵐選手と組んで、中川翔太と、新潟プロレスのビッグザ・リョウカンさんでいいのかなとタッグマッチを、ワンちゃんありがとうございます。ね、狙いは中川翔太ですよ。だって中川翔太が多分一番ちっちゃいもん、その4人だと。ね、そこをどう加世田が狙うかですよ。ね、でも、新潟プロレスの今顧問ですか、あの大日本プロレス会長のグレート小鹿さんがね、加世田くんはいいぞって言ってたからね、本当にやっぱあの若くてあのデカさっていうのはあのいいよ、一番いいよってすごい小鹿さんが言ってた、加世田さんは帰りましたね、それを加世田はちゃんとその期待に応えるようにしないとダメですよ。ね。ね、俺らの期待にも応えてほしいよね。あ、小出さん、こんばんはです。お疲れ様です。あ、レランパゴ、そう。4月7日の新宿フェイス大会には、メキシコより今現在来日中のレランパゴ、レランパゴが参戦します。確かに。ね、やっぱ今大会もルチャドールが、ね、本場のね、ルチャドールが参戦するっていうのはやっぱりありがたいですね。こんな刺激的なことないですよ。これはありがたいですね。今のシークレットベースのリングにね、本場のルチャドールが上がってくれるっていうのはありがたいです。だからこそ、シークレットベースの根本としてるルチャリブレをね、ぜひ、見てほしいと思っております。ノブ行ってやれって炊飯が言ってんのに何も言ってこないのはどういうこと？帰った？花岡さん？花岡さん寝ちゃった？寝たかな？あ、レランパゴ選手、体は小さいんですか？なんかめちゃめちゃバキバキでね、でかそうなイメージですよね。花岡さん？花岡さん、花岡さんの声聞こえてないですよ、花岡さん。あれ、花岡さん、スペース公園に行っちゃいました？あれ？自分がよく知らないですけど。ああ、花岡さん、今聞こえました。いきます。あ、そうですか。さよなら。花岡さんが寝てしまいました。でも、せっかく今池俊太さんがね、飲みましょうよって言ってくれたので、気づいたら30分超えたから。あれ、花岡さん？あ、いた。戻ってきました？大丈夫ですか？聞こえます？どこ行ってたの？全然どこも行ってないんですけど、バキバキですけど背はレランパゴ選手は身長はそんな大きくないですね。へえ、そうなんですね。花岡さんはあれ、レランパゴは全然あってはな、知らないですよ、全然知らなくて。あ、そうなんだ。いや、わかんないですね。ナウカルパンが主戦場なのだと思います。今日ね、ヒップホップマンが知ってたんですけど。ああ、そうなんだ。ヒップホップマンも主戦場 IWRG ナウカルパンだもんね。そうですね。で、ヒップホップマンに聞いたら、レランパゴ行くのって。知らなかったの？知らなかったみたいです。知らなかったみたいです。すごいな、それ。俺に言ってくれればいいのにって。あ、そうだよね。花岡さん、トリプレアで会ってないんですかって小出さんが。トリプレアにいたんすか、レランパゴって。レランパゴってトリプレア。いやー、覚えてないですね。いない。俺、レランパゴって、昔、
俺があの高校生かな、中学生かの中学生高校生ぐらいの時にウイングを見に行った時にレランパゴジュニアっていうすごい選手が、すごい筋骨隆々な選手がいたぐらいしかわからないですよ。メキシカンのマスクマンのレランパゴは知らなかったです。あ、15年くらい前にトリプレアって言ったら花岡さんと被ってんじゃない？あれちょうどワンチャン被ってそうですけどね。そんな昔からいる選手なのか、レランパゴって。あ、今はやっぱナウカルパン。ね、山田太郎が、今メキシコを遠征してて、今日ナウカルパンの写真上げたのがすごい懐かしかったなと。1階が本当に靴屋だったって。ね、花岡さんから聞いてた1階はもう靴屋ですよって、花岡さんとね、同期選手から聞いてた1階は靴屋ですって言ったら、本当に靴屋だって思って。懐かしいな。靴屋の上のね、でかい楕円形の窓がある部屋の、一個上の左端の部屋に俺はずっといたよ。ああ、あれ確かあそこ自分もいましたよ。嘘。あらま。多分そこっすね。あらま。あそこでいつも朝になるとね、タクシーのクラクションなの。タクシーのクラクションがなぜかゴッドファーザーで、それがずーっと頭に焼き付いてた。プエルトリコの選手なんですか、レランパゴ。あ、そうなんですね。でも、プエルトリコもスペイン語圏ですもんね。なるほど。でも、楽しみですね、レランパゴ選手。ね、ぜひ日本にいる間、シークレットベースにいろいろ出てほしいなと。ただ、シークレットベースの日程がなかなかね、いろいろ決まってないのが残念ですけど。螺旋階段ってあります？屋上のやつじゃないですか。え、屋上螺旋階段、屋上に行く螺旋階段、屋上、え俺がいた時螺旋階段じゃないよ、はしごだったよ。螺旋階段です。ね、屋上なんか変わったんだよね、なんかその話は聞いた。ああ、屋上は最初何もなかったんですけど、自分たちがいる間に、うん、バーベキューができるように。ああ、そうそう、その話聞いて、俺そんなことなかったもん。なんか鉄板みたいな屋根の上で、やけどしそうになりながら日焼けしてたもん。あ、今回来日してるのはメキシカンで、あれですね、小出さんが言ってくれたプエルトリコの選手は自分が見たっていうウイングに来日してた、あれですね、レランポゴジュニアですね。そうですね、ウイングに来てる外国人はプエルトリカンが多いですよね。ああ、そういうことですね。そうですね、自分ルチャリブレっていう世界がすごいなって思ったきっかけはやっぱりウィング IWA ジャパンに来日してたルチャドールたちだったんで。ねえ、それでルチャリブレに見せられますね。ユニバーサルプロレスとはなんかそこまで被らなかったっていうのも変だけれど、なんかね、ユニバーサルは見る機会もなかったんですよね。でウィングをやっぱ中学 2,3 年の時かな、で見に行ったのがきっかけで、プロレス業界というところに憧れを抱いたんで、その時はね、ユニバーサルはやってなかったんじゃないかな。ね、大体ルチャリブレって言ったらユニバーサルプロレスがね、やっぱりもう一番ですよ。メキシコ行った時、剣道と会った時感動しましたもん。ああ、この人が剣道なんだと思う。ね、普通のシューズとしてアマレスシューズを使うメキシコ人ですげえなと思う。
ソールないじゃん。足痛めないのかなって逆にと。普段使いでレスリングシューズを使うというね。その印象です。あと、ナイキのロゴがいっぱい入ったシャカシャカとかを履いてて、このナイキは本物なのかなっていうふうにいつも思ってた。あ、IWA ジャパン、オリート、フェリニートがいた頃かな。でも、ロスカウボーイズとか来てましたよね。それこそ、はい、名前だらけです。そうなの？ IWA だと、あれです、グランアパッチェとかが来てましたよね。ああ、それこそ IWA ジャパンには、ね、レアル・ルチャリブレのジライアさんとか、もう今やられてないかもしれないですけど、忍びさんっていてね、忍びさんとか和製ルチャドールが帰国したり、懐かしいな。ね、ウイングの時は、ティニエブラスとか来てんだよね。まあウイングといえばマスカラスなんだけど、マスカラス、エルカネックが来てて、でティニエブラス、ね、あとザ・キラーとか来てましたね。あとファンタズマか、ファンタズマが来てた。それでうわルチャリブレだ、ルチャドールだ。でもやっぱそのあたりに見せられたのはあれ、シルバーキングとエルテハノの、ね、ロスカウボーイズがやっぱかっこよかったなと。ナイキのシャカシャカはメキシコで買います。いや、買いますよね。なんだかんだ言って、絶対本物じゃねえだろうなって思いながら、自分、テピートで買いましたもん。あ、テピートは結構本物らしいよね。で、テピートで買ったって言って、お前らテピートに行ってんのかよって言って怒られた。誰に怒られたか今言わないけど。ね、なんかその時、日本大使館からテピートには行くなっていうね、通達が来てたの。でもなんか安く買い物できるからって言ってテピートに休みの日行ってた気がする。そうですよね、小出さん、そうなんです。初めのシリーズです。キラーファンタズマ、あ、それでティニエブラスも初めのシリーズじゃなかったでしたっけ。それがなんかね、生で見た本物のルチャドールがそこだったと思いますね。あとね、ウイングのヘッドハンターズを自分がメキシコにいた時にナウカルパンで見た時感動しました。ちなみに前よく もしかしたら YouTube ライブでね、このエピソード何回も言ってるかもしれないんですけど、アレナメヒコに何かで行った時にリッキー・サンタナがいたんですよ。リッキー・サンタナがいて、ロッキー・サンタナじゃないよ。リッキー・サンタナがいて、俺が、あ、アイスマンだ、アイスマンだって言ったら、当時一緒によく行動してた堀口先輩が、アイスマンなんすかみたいなこと、いや、アイスマンじゃないですかみたいなこと言ったら、リッキー・サンタナ振り向いて、旅行客の日本人だと思って笑顔で手を振ってくれたんですよ。それが俺の一番の思い出です。だからそれから数年後に名古屋のプロレスショップマッキーのね、マッキーさんのね、家に泊まった時に、ベッドの下からアイスマンのマスクが出てきた時に感動したしね、吉祥寺でね、吉祥寺のハブでやってたビアホールマッチにもう対戦カードが決まってるし、もう試合はもう決まってるんですって言ったのにもかかわらず、いきなり乱入してきたね、新宿アイスマンっていうね、ね、なんかよく会場の備品を壊しそうになる人がね、急に現れたりとか、それもそれでアイスマンのマスクをかぶってるから自分は許してしまったんですけど。あ、そういうことなんですね。ね、そんなね、
そんな新宿アイスマンも出るかもしれない、ね、新宿の大久保公園での大会がまた5月に、決定したそうなので、ね、誰か出れるやついるか、出てくれよって。あ、俺空いてます、花岡も空いてると思いますよって言っといた、ねね、呼ばれるかどうかはまだ分からない。大久保デビューできちゃいますね、大久保公園デビューできちゃいます。大久保公園できる、また人間ウォッチングできるよ。もうね、大久保公園、5月何日だっけな、土曜日、5月後半だった気がするな。もう決定して、あ、今回呼ばれねえんだと思ったら、お、忙しいけど来れるかって。いやいや、忙しくないの分かってんだろう。いやそんなんで大先輩にそんなこと言えないけれど、ね、空いてるかって言われたから、あ、俺はもちろん空いてますよ、花岡もきっと空いてますって言っといたから、ね、ただ相川春香はその時は島根にいますっていうことは言っといた。あら、秋葉は福島にいますとは言ってた。大久保公園の、あら、ねねさんはね、ねねは分かんないけど立ってんじゃない、大久保公園にこれはもう問題発言じゃん、問題発言ですね、また問題発言言っちゃいました。ねねに怒られる。ティニエブラス親子が来たのは別のシリーズだったんですが、初めのシリーズはドス、あ、そう、ドスカラス、ファンタズマ、キラー、いや、そう、フィッシュマンです、フィッシュマン、そうだそうだ、おお、そうだ、兄貴に連れてってもらって感動したんです、兄貴が感動してたんですよ。いやー懐かしいな。そうだ、ティニエブラス別っすか、トリオファンタジアだ、あ、カオス、インドミト、はい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 、うわ懐かしい。そう、結構ウィングね、ルチャドール多かったですよね、結構メキシコからの選手が多かったんで、ね、だからそこからの、IWA ジャパンだとね、引退してしまった荒谷信孝さんが、ね、エースのように、エースですよね、荒谷さんがメキシコ編成から帰ってきてオリエンタルの、ね、キャラになってて、でね、ね、今どこにいるのか気になるウィンガーさんがね、岡野っていう名前でやっぱメキシコから帰ってきてオリエンタルなキャラになってて、そこに憧れてはいました、ね、でそしたらジライヤさん、忍さんって日本和製ルチャドールが上がってきて、で俺が高校3年の時にメキシコ行った時に知り合った悟空さんはね、その後大日本プロレスで凱旋を果たすという、やっぱ今になってもメキシコで活動する日本人選手ってすごいワクワクしますよね。それこそ今神楽はね、さっき山田太郎って言ってましたけど、神楽がメキシコ遠征してるんで、なんかメキシコ遠征情報ってすごいなんか楽しくね、今の時代なんでリアルタイムでツイートしてくれるからなんかワクワクするしね。今道のくプロレスの河村選手は空海っていう名前でメキシコにいるんですよね。うわ、いいなぁと思って。そういうリングネーム、すごい憧れてた。ああ、なるほど。ね。今気になるのは、山田太郎がなんかポスターであげた、クラマっていうマスクマンがいるんだけれど、これ日本人なのかな、メキシコ人なのかなってすごい気になる。俺がいた時にメキシコで先生っていうのがいたんだよ。日本人かなと思ったらバリバリメキシコ人だった。先生ってどういうリングネームだよって。でもヤクザもいます。でヤクザいるよね。そうそうそう。もういつもボクシールチャとかそういうね、メキシコのプロレス雑誌的なやつを見ると、その週の試合情報が出てた時に日本人っぽい名前をずっと探してたもん。
懐かしいな。その時に政宗さんの名前を俺見てるんだよね。ね、で、その時に、うん、あとあのね、ね、シークレットベースのね、もう、ね、一員でありますグランハマチが、当時トリプレアでオロチっていう名前でやってて、そのオロチっていう名前も俺覚えてんだよね。いや、オロチ絶対日本人だろうなって当時思ってて、懐かしいなと思って。え、メキシコもう雑誌ないんですか？え、ルチャスドスミルとかないんですか？なんかね、その時代なんか街角にある、なんか街角にね、キオスクみたいなね、ちっちゃなお店がたくさんあって、そこで必ず、ま、売ってるみたいな、そこで買ってたのに。あ、でもやっぱ今ネットの時代だからあれなのかな、情報は全部ネットで見れるもんね。ロスカウボーイズが最後に来日した時に2人からハットをもらった。あー、小出さんすごい。ロスカウボーイズやっぱかっこいいっすよね。すごいすごい。あ、高校防大室違反。今、空海っていい名前だなって俺思ってます。そういうリングネームになりたかった。ね。当時、某選手と、ね、某お師匠がいない間に勝手にマスクマンになろうって言って、コスチュームデザインまでして、発注に行こうと思った時に、俺が怪我して日本に帰国っていう風に決まったんですよ。その時の俺らがで、オリエンタルなレスラーのマスクを作りたいって言ってやろうとしてたのが囲碁将棋っていうタッグチームだったんです。オリエンタルな名前のレスラーになりたかった。花岡さん聞いてる？寝てる？花岡さん寝てる？聞いてますよ、聞いてますよ。俺今、俺の思い出語りしてるのに。いい話だなと思って。いい。聞いてました。いい話はこれですよ。ナイキとリーボックのダブルネーム。メキシコありましたね。ダブルネーム、こんなレアもんないですよ。あ、マッキーさん。ヘッドハンターズ懐かしい。ヘッドハンターズ。あ、ヘッドハンターズに反応してくれてて嬉しい。ヘッドハンターズ当時でかいなと思ってたんですけど、多分初めて来日した時の体重って120キロとかだ、なんか発表はそうだった気がするんですよ。それでムーンサルト、カセラさんと一緒じゃないですか。そうなの。当時の120キロだったヘッドハンターズでけえ、それでムーンサルトやるって言ったら、加世田となかなか変わらないんだよね。だから多分加世田もムーンサルトやるよ。やる、絶対やるよ。やるよ。俺らにはそれを見せようとしないけど、いきなりやると思うよ。できるもん。ヘッドハンターズやるんだもん。あれ、花岡さんもう寝ようとしてる？全然です。俺全然まだ飲めるよ。俺まだ飲めるよ。元気ですね。うん、俺今元気。今元気だけど、明日の昼間は元気じゃないと思う。テハノは、あ、日本語は、やっぱエルテハノってでも日本結構来てましたよね。あ、メキシコで風邪ひいた時テハノにケツ出せって言われて注射打ってもらいました。ありました。すごい。そう、あのなんかね、そうケツ出せって言ってケツの注射打たれるんだよね。
なんか、自分持たれました、ね、なんか注射ってなんか血管に入れるイメージだったのに、そんな雑なあれで注射治るのって思って。あった。しかもそれがナウカルパンにある病院だったんで、俺もう本当もう生きた心地しなかったもん。あのナウカルパンのあの道場の近くだし。あ、赤飯とか貧乏とか名前のマスク。貧乏はあのメキシコの一大ブランドですよ、ね。パンの名前ですね。パンの名前だよね。パン。貧乏山崎みたいな感じですよね。貧乏ってついてるくせになかなか高いじゃねえかって言ってたよね。トルティーヤの方が安いじゃねえかって言ってた気がする。貧乏はもうメキシコといえば貧乏のパンなんだけど、もちろん今もあるよね、多分ね。もうあれがなくなることはないと思いますよ。いや、赤飯はいい。赤飯いい、マスクマン。いいな、赤飯。ああ、アイジャマウィングを見てましたから、ああ、マッキーさん、素晴らしい。俺もずっと見てましたよ。あ、赤品。あ、赤品、あ、すいません、俺、赤飯だと思ってました。なんで貧乏とおめでたい赤飯なのかなと思ってました。貧乏のトラック走ってますが、赤品はなかなか日本人でも言わない言葉じゃないですか。赤品って初めて聞いたんですけど。あんま赤品って言わないですよね。初めて、どういう意味なんですか。ねえ、金持ち父さんと貧乏父さんっていうタッグチームだったらいいかもしれない。あ、昔金持ち父さんってなんかそういう言葉流行んなかった、なんか。なんか啓発本的なやつで流行ったんだよ、なんか。いや、懐かしいな。貧しいという意味です。わかります。大丈夫です、わかります。わかりますけど、わかりますけど、普段石品って使えますっていう話です。わかりますよ、わかります、わかります。あなた石品だねって言わないよね。俺今石品だからって。いいな、懐かしいですね。オリエンタルなマスクマンになりたかった。だってみんな当時ね、デビューが決まってみんなコスチュームって言ったらコスチューム屋さんに行くわけですよ。俺だけサテリテのショップに行ってたからね。俺もう私服だから。秋葉さんと一緒じゃないですか。あ、そうだ、秋葉しおりのデビュー戦も私服だったって言ってたもんね。確かに秋葉しおりと俺一緒です。みんなデビューでみんなコスチュームデザインしてコスチューム屋さんに持ってってコスチュームできたんですっていう話をしてるのにもかかわらず、俺だけ休みの日にバスに乗ってあのショッピングモールに行くっていう。秋葉しおりと共通点あった。清水さんはマスクマンってやったことないんですか。メキシコではないんです。メキシコではっていう言い方があれですけれど。そうです、やりたかったんです。なのでお師匠さんがいない間に好き勝手にやろうって某選手と一緒に行って和風のオリエンタルなマスクマンになろうって言って作ろうとしてた矢先に怪我で帰国になったんです。トイ選手のイベントは5月25日土曜日の午後ですよって。あ、だそうです。
5月25日の土曜日は、大久保公園です。なるほど。よかったです。じゃあ、空いてるはず。よかったです。我々5月26日の日曜日なんで、空いてます。ああ、でも、コスチュームは武将とかみんな行ってましたね。コスチューム武将に行ってて、で、そっから、当時、ナウカルパンでピエロチームをやってた、ロディっていたんですよ。今もいるロディ。わかる？ナウカルパンの選手。自分はロディさんでしたね、ずっと。あ、そうなんだ。そのロディがコスチューム作れるってなって、みんなロディで作るようになったんですよ。で、唯一俺はニーパッドとエルボーパッドだけロディに作ってもらった。あと練習用のスパッツね。練習用のスパッツを作るって、作りたかったんだよね。なんかコスチュームを作るっていう経験がなかったから、なんか頼みたかったんです。はいはい。で、ニーパッドとエルボーパッドと、練習用のスパッツを作ってもらった。ロディ今もいるのかな、元気なのかな。花岡さん寝ちゃった？どうなんすかね。いや、起きてた。ロディさん、清水さんはもしプロレスラーになってなかったらどんな職業に就いていたと思いますか？ああ。ついて、つくことができるかわからないけれど、ね、バンドを やっていたかったですね。おお。ね。どっちもね、リスキーな、あれですね。ね。小学校1年生の時に将来なりたい職業はおまわりさんって書いてたはずです。すごい。あ、ロディは分かりますけど中身が分からないです。あ、なんかロディっていうピエロのマスクを自分がいた98年から2000年の間にそのパヤソのチームからミジョナリオってなんか、あの、テッド・デビアスのミリオン・ダラーマンのメキシコ版、ナウカルパン版みたいなマスクマンに変わったんですよ。ミジョナリオだった気がするな。ミジョナリオってそういう意味だよね。ミリオン・ダラーマンみたいな感じだよね。違った？そうですね。そうだよね。そんな意味合いだよね。長者みたいな。そう、それに変わった気がします。あ、シーサーさん、ロディ製なんすか？初期のシーサーって、ドラゴンゲートの時のシーサーさんですか？登竜門に入る前、単身で行った時のシーサーさんですか？でもその時ロディコスチューム作れてないですもんね。ドラゴンゲートでスペルシーサーが出た時のコスチュームですかね。結構、登竜門勢みんなロディに、そのロディが作れるってなったらみんなそこで作ってたはずですね。わあ懐かしい。懐かしいな。いいな。今山田太郎のツイートが楽しみで仕方ない。あのアレブリヘがすごいタトゥーだらけになってたね。ああ、首に入れてましたね。そう。あの、だるまが入ってると思ったら、ナンクルナイサーとも入ってますって山田太郎が言って、そう。ナンクルナイサーを絶対俺は入れるんだって言ってました。あ、言ってたの？へえ、はあ。あれでしょ、スペイン語的にはケセラセラと一緒でしょ、ナンクルナイサーって。ああ。ね、そういう感じだよ、ね、なんか。でもなんか全然違うこと言ってたんで、やめとけって言ってたんですけど。わあ。俺がでも一番好きな。幸運とかそういう意味なんだろうみたいな。あ、違った。
俺が一番好きなのは入れ墨って書いてあるタトゥーあれは好き。オーストリア人、オーストリア人ですね。オーストリアのおっちゃん、おっちゃん好きだったな。入れ墨って書いてるって、タトゥーって彫ってるようなもんだもんね、日本人が。あ、アレブリヘ見たかったです。アレブリヘ良かったんですね。あのなんかでかいのにね、結構飛ぶし、あのシークレットベースのハロウィン大会の時に合わせて、あの USJ のマリオの格好をしてきて、ハロウィンを楽しんでると思って、どこで手に入れたのって言ったら、 USJ に行ってきた、関西で試合じゃなくて USJ に普通に行ってると。あ、フェリスト来てた。お、あ、業務連絡です。明日10時ね、明日10時に花岡さんと集合しといてください。明日花岡さんと10時にいてください。清水さんはプロレスラーになるとき親の反対はありましたか？ありました。でもありましたね。ありました。でもあのね、当時は親の忠告なんて聞かず、俺はメキシコに行くんだ、大学なんて行かないんだって言ってメキシコに行く決断をしたんですけど、今になって大学に行っとけばよかったって思ってます。ね、行っといた方がよかったって俺は思ってます。後悔してます。それ絵本化しましょうよ。もうやります。もうなんかコンパとかやりたかったんですよ、たくさん。あ、わかりますでしょ。俺メキシコ行く金を貯めるためにずっとフリーター生活をしてた時に、ね、大学生のやつらは週末入らんねんだよ、シフトに。一番忙しい一番忙しい週末にあいつら入んねえのにって。で平日に来たと思ったら週末のコンパの話しかしてねえと思ってハングリー精神というものですで、そこでハングリー精神をね培いましたよくだらねえ理由だなって思うようなねそういう人多いかも。でもね、なんかね、自分なんかね、時代のね読み方がいまいちだったんですよね。今の時代、ここ何年かはやっぱりみんなね、あの当時自分がいた時はいち早くこの世界に入りたいと思って、一日でも一秒でも早くこの世界に入るんだって思ってたんですけど、今になったらやっぱりね、大学卒業の選手はいろいろ強いですよ。その大学時代に使うものがいや本当本当、いつも思うもん。大学で培うものが多いなって。そこでね、あの先輩後輩の人脈ももちろんで、大学時代にね、やっぱりその時代になんかいろいろできるんだよね。あのプロレスラーになろうと思った時に、あのね、いろいろな格闘技を習ったりとか、ね、体操教室に行く、それこそ学生プロレスとか、なんだかんだ言って、一番最初にやる基礎体力的なものをつけれる期間でもあるんだよね。野沢原論外がペンションアミーゴでコンパをやろうとしてたけど、ロクノーナノーのいないって嘆いてましたって。そう、あの当時自分がいた時の登竜門で、外部と接触をね NG っていうわけじゃないですけれど、なかったんですよね、外部との接触が。ただ自分は悟空さんと高校の時に行った時に知ってたんで、ね、休みの時勝手に一人で悟空さんのところに会いに行ったりして。ね、自分だけ単独行動を取ってたんですけど、でもなんか
ペンソンアミーゴに行ったことがないんですよね。なんかチケットとか届けに行くとかぐらいかな。時期は違うけど、金本さんが女の子を探していつも来てました。ああ、いい。ペンションアミーゴの思い出いいな。そして、ちょっと、飲み物を取ってみます。花岡さん、つないでてください。はい。何をつなげと言うんでしょうか。まさかの。全然本当。確かに大学生にはすごい憧れは。大学生というか、何ですかね。楽しかった時期っていうのが。なんなら成人式とかしてないですからね、自分は。全然ね。当時はアミーゴ、ああ、ペンションアミーゴだけだったんですね。今もなんかできたって言ってましたもんね。新しいのが。どうなんですかね。あの頃でも、登竜門いたところは全然。ちなみにお二人は大学の何学部に行きたいのですか？あ、自分はもう幼稚園の頃から大学には行きたくないって言ってたんで。勉強が嫌いすぎて、幼稚園、小学校かな、小学校の時に、低学年の時から大学には行かないって、大学の意味すら分かってなかったですけど、大学には行かないって言ってて、その夢は叶ってるんで、ちゃんと夢は叶えてます。ね、大学、もう勉強が嫌いすぎて、勉強というものが嫌いなんです。好きなことは全然、知識を得るのは好きなんですけど、勉強ってなると嫌なんですよ。あ、帰ってきた。金麦なんか冷蔵庫開けたら一番手前にいた。まだいろいろなビールが入ってるんだね。ただ未だにガラスの破片は取ってないけどね。ああ。ね。オイコスはね、もう処分した。追い越す、うん、あまりにも破片のショックがねあって蓋に穴が開いてたんだよね。あ、マジっすか。ここまでなかなかなガラスボードデスマッチ並みになってたよ。今ね、割れた下は見て見ぬふりをずっとしてる。サルー、あ、小出さん、サルーです。サルー。ああ。へえ、ペンションアミーゴのオーナー厳しい。小出さんが行かれた時あれですか、あれは違うんですか、なんだっけな。メキシコホテルっていう、本があるんですよ。何人なんだろう、文庫本になってんのかな。それが、悟空さんとか、シーサーさんとかがメキシコにいた時の、一緒に泊まってた人が書いた本で、その当時の、悟空さんとか、シーサーさんとかがね、ちょっと出てくるんですよ。なんかその本を見て読んで、なんか日本人のね、ワセールチャドールというか、単身でメキシコに渡る人たちの憧れがね、すごい強くなったんですよね。あ、そうです。確か、その方の本だったはずですね。自分はメキシコに行った時にそれを教えてもらって、日本に帰ってきた後に読んだのかな。やっぱメキシコのその気持ちがすごい、メキシコに行きたいと思った時の気持ちがすごい思い出されて、やっぱいいなと思って。あ、やっぱ当時小出さんもいたんですね。そう、メキシコホテル、今、なんだっけ、Kindle 的な、ね、ああいう、なんていうの、書籍。ね、タブレットで読めるやつ。あれで売ってるはず。
メキシコホテルっていうタイトルだったはず。 あれはすごいなんかあの頃の80年代90年代か90年代のなんかあの頃の話はすごいなんかいいなと思って。初めて行ったのはもっと前なんですね。自分ね高校3年の夏休みに初めて行ったんですよ。懐かしいな。やっぱメキシコは特別な場所ですよ。ね、って言ってもやっぱ花岡さん10年以上いたんでね。よくいるよね。まあそうですね。いや、悟空さんとさ、悟空さんが今年何月だっけな。今年だよね。あれ年末かな。あれいつだっけな。悟空さんが日本に来てた時に。あったんだよね、山下芳也さん の生態のところにいるって言って、いや三鷹だから近いから行きますって言って悟空さんに会いに行って、でやっぱその時も花岡選手はあんな場所にあんな国に10年以上住んでるなんて信じられないよねって悟空さん言ってたからね。いや花岡選手はすごいよってね、あんな国いたくないもんって悟空さん言ってたからね。もういいか、そんなんすかね。いやでもね、そんな悟空さんもずっと何年もいたけどね。ただあの花岡さん、花岡選手はすごいって悟空さんも言ってたよ。花岡選手はすごいよ。まあ、そうですね。悟空さんも長いですよね。まあでも悟空さんずっと海外のイメージしかないんですけど、そもそも。うん。日本にはだから年に数回帰ってくるぐらいだったんじゃない？で、特に現役だった頃なんて絶対帰ってないだろうしね。すごいですよね、そっちの。あ、ホテルメキシコ、あ、アマゾンで帰ら、かよちゃんさん、いや、これでも面白いですね。なんか時代が全然違うんであれなんですけど、あ、でも、ね、でもジャックとかに読んでほしいな。絶対今と歴史、ね、時代が全く違うけど、なんかやっぱその頃の、90年代なんてジャックが生まれる何年も前じゃん。そういう時のメキシコの日本人、メキシコにね、メキシコという国に憧れを持った、人たち、日本人の人たちのエピソードなんで、なんかいろいろやっぱね、刺激にはなると思うんだよね。そう、アマゾンで買えるんですね、今。メキシコホテルはでもなんか面白いです。自分もなんか帰国した後に読んですごい、なんか帰国した後なのにワクワク感をなんか思い出させてもらったなっていう感じですね。レバ刺しを出してって、いや絶対ダメじゃないですか、メキシコでレバ刺しなんて。よくみんな無事食中毒だけで無事でしたね。いや、怖い怖い。メキシコで生ものは絶対ダメってずっと言われ続けてましたもん、自分。なんか卵がさ、なんかいろんななんか、ごてごてしたなんか付属品がついて、はいはい、常温の場所に積み重なられて、それが30個入りとか意味が分かんなくなかった、最初行った時。なんか日本の卵ってなんか冷蔵庫みたいなのもいない？なんか冷蔵庫に入れないとダメみたいな感じじゃない？日本だと。常温でなんだよって、なんでこんな苔みたいのがついてんだよみたいな。絶対生卵は食うなよ。って言われて、で、やっぱダメなんですかって、ダメだよって、
市川さんがさ、生卵食って食中毒になってんからって。それで、あ、そうなんだ。で、食中毒のレベルが日本と違ってめちゃめちゃやばいから。市川さんはさ、牛乳も飲んで食中毒になってるし、川魚も食ってんだよね、みたいな。市川さんすげえチャレンジャーだなと思う。で、みんながみんな、あの、当時アウレラってスーパーがあって、アウレラで魚が売ってるって。はいはいはい、魚でも、なんかこれ海の魚じゃなくないっすかってみんなが言ってたけど、魚食べたいから買うよみたいなことを言って買って、それをなんか焼いて食べたかなんか。でも、あの、まあ堀口さんがずっと言ってたんだけど、堀口さんだから、あの、お店やってるわけじゃん、お母さんが。だから具材に関してはすごい鋭くて、 あ、はい、あんなくっさい魚絶対川魚なんですよ、川魚は絶対やばいから食べちゃダメって言ったのに、って市川さん食ってんすよ、ってその後寝込んでましたからね、みたいな。ああ、メキシコでは魚食っちゃダメなんだと思って、メキシコでは魚が食べれないんだって俺思ったもん。でも焼いたらいけそうっすよね、なんでも。いや、大体焼いたらでも普通にさ、大丈夫なはずじゃん。だから、あの、半生で食ったんだろうね、市川さん。俺も牛乳も、なんか、あの、牛乳って言ったら冷蔵庫に入ってるもんだと思ってたけど、常温なんてあんま日本で見たことなかったんだよね。で、常温の牛乳ってなんだよ、なんでこんな賞味期限長いんだよと思って、それで牛乳が飲めなくなったんだよね。牛乳を信じられなくなったんだよ。まあ、そもそも、あの、身長180になるためにずっと小学校の時から牛乳をずっと飲み続けてたのに、全然180なんねえじゃんって思った時から、あの、牛乳を信用はしてなかったんだけど。牛乳、フェリスト起きてた。どうなんすかね、本当に。10時に花岡とフェリスト集合しといてよ、ちゃんと。10時だからね。あ、お水は絶対ダメです。お水は飲まなかったですね、さすがに。水は自分もそうっす、ね。あ、いい、小出さん、いいの書いてくれてる。リギラがひどくて病院に行ったかなんか。リギラさん何してんですかね。自分面識ないんですよ。面識ないんですけれど、当時、ね、フリーで、単身でメキシコに行ってた、方々からは、ね、いい話を聞いたことがない方の代表です。懐かしいな。リギラさん何してんだろう。花岡さん、寝た？いや、いますよ。あ、いた。よかった。リギラさんに何の反応もしてくれなかったから。いや、リギラさんってなんだろうと思って。そう、俺も面識ないんだけど。はい。神風スイシーダスにはいたんですか？当時、ロス神風スイシーダスって、悟空さんに、ジライヤさん、トビカゲさん、シーバさんか。リギラさんは入ってないのか。なんか日本人ユニット、トリプレアで日本人ユニットっていうのすごいなんか、いいなーって思いながら記事をね、登竜門に行った時見てました。あ、新さんの言う通りですか。小出さんはリギラーさんと話があってそうなんですね。当時いた、なんかね、いろんな人からはいい話は聞かなかったんですけど、小出さんは仲良しだったんですね。俺、リギラーさんの
好きなエピソードは、面識ないんですけど、俺が好きなエピソードは、リキラさんが珍しく、当時一緒にいた人たちに、あ、俺はなんか、餃子作るから、なんか料理を振る舞うから、なんかみんなで食べようよ、みたいな、珍しく誘ってきた。で、そこの場所にとりあえず行ったら、分かりやすいところに転がってた本が、なんか、嫌われない方法かなんか、そんな本が置いてあったみたいな。そこに、料理を振る舞うみたいなことが書いてあったみたいな。そんな分かりやすいことあるみたいな話をね、聞きました。今でもたまに LINE があります。小出さん、自分が聞いたエピソードはそっとしといてください。自分はでもね、面識は本当なかったんですけど、リーラーさんって、ああ、そういう方なんだ、みたいな。そんな思い出です。いいなあ、だから今、ね、だからカクラがメキシコ行ってるのがなんかいいなあって。だからね、その、今の空海選手とか、ね、多分何人か日本人はいるよね、多分きっと。やっぱりなんか、ああ、それこそあれか、ユタニ選手か。そう、山田太郎が、今日本人とはユタニ選手とは会いましたっていう風に来てたんだよね。だから今、日本人でやってる選手ってやっぱ、なんかね、やっぱいいなと思って。俺はなんか、ね、思う存分、メキシコに入れなかったんでね、怪我で帰ってきたんで、もともとメキシコでずっとやりたいって思ってたタイプだったんで、だから今の日本人の選手たち、いいなって、今の時代を。花岡さんはすげえなってやっぱ思いました。思っただけですけどね。ビオレントジャックが子供の頃リギラの試合を見てレスラーを、そうなんすか、すごい、ビオレントジャック、そうなんだ、デスマッチファイターじゃないんだ。ビオレントはデスマッチ以外も結構できるイメージ、ね、それはね、花岡さんから聞いてたんで。で、LMO に出た時もね、ビオレントジャック、全然デスマッチファイターじゃなかったしね、当たり前だけど、LMO のスタイルだと。でも、やっぱそれがね、ルチャリブレの魅力ですよね、面白い。いいな。リギラはか、あ、そう、神風スにいたけど、キラは、やっぱ神風スイシーダースいましたよね。そしてですね、俺のスマホの充電がもうなくなりそうです。そのタイミングで。ね、俺まだ全然飲み足りないんですけれど、ね。もう花岡さんも早くやめてくれよ、ポコチャやりたいのにと思ってるんで、そろそろ引きたいと思います。あとね、きっとフェリスト起きてると思うんだけど、明日ね、10時に花岡と集合しといてください。ね、10時だからね、時間厳守でお願いします。業務連絡でした、はい、国領の子は帰った？朝までお願いします。いや。国領の子は、ね、国領の子は、とっくに。あ、とっくに帰った？はい。帰りますって一言言えよって言っといて。ね、すごい清水さんが話してる時だったんで。あ、そうですか。すいません。あ、仕事をしていたのはリギラなんでさ。あ、いい。何年かぶりに、リギラーさんのお話を聞けてよかった。あ、何年かぶりで楽しかった。あ、久しぶりに楽しかった。ありがとうございます。すいません。
本当すいません、遅くまでお付き合いいただきまして皆さんありがとうございます。もしかしたら週末何もないんでまた明日やるかもしれません。すいません、おやすみなさい。唐突に終わります。えへへ、ー